はい、こんばんは。お久しぶりです。元気してましたでしょうか、皆様。僕は相変わらず元気しております。タイから配信しております。ヤホーミュージックビデオ見たよ。お、ありがとう。てか、今日はなんとレペゼンフォックスの海外アカウントの方でジョグジャジ編というインドネシアの歌が上がってるので、ぜひ聴いてみてください。慣れないインドネシア語を頑張ってね、発音とか強制しながら歌いました。しかもあれやね、福岡事変を思い出すようなね、てか福岡事変とメロディーが一緒だから、めっちゃやっぱいい歌になってるので、ぜひ聴いてください。新曲めっちゃ良かった。おー、ありがとう、ありがとうございます。お、今日もこんなにたくさんの人たちが来てくれてありがとうございます。皆様元気してますでしょうか。僕はめちゃくちゃ元気やで、銀ちゃん。やっほー。コメント見たらピースして、ピース。こんばんは、こんばんは、はい、こんばんは。ということで、あとなんだっけな、そうですね、 Facebook を今ですね、僕のアカウントで頑張ってるんですよ。タイの方に向けてのちょっとずつね頑張っていってるので、ぜひYouTube とか Twitter とかで上がらないような動画を、3人の千葉にゃん、わき、俺、3人のYouTube 企画みたいなやつを Facebook でやってるので、結構面白いんで、ぜひ見てみてください。で、今日上げた動画は時速160キロのボートに乗ってみたっていう動画です。ちなみに時速160キロのボートに乗ってみたっていう動画、ぜひ見てほしい。死ぬほど速かったよ、マジ死ぬかと思った。もうね、マジでやばかった。クソ面白かった。しかもなんかね、もう橋と橋があって、こう川にね、でそこの間を抜けていくけど、もうこの橋のギリギリのラインをブサーの160キロでって、マジで死ぬんじゃないかと思いましたね。本当にマジビビり散らかした。デコ全開やったね。いや、本当デコ全開だよ。もう風やばい。あんなマジで本当に危なすぎる。信じれん。日本やったら一撃でアウト、あんな。いや、マジでびっくりするよ。だからぜひね、見てみて。Facebook。そして、シェアといいねとか押してってくれたらめちゃくちゃ僕喜びます。マジで喜びます。お願いします。銀ちゃん、ハッピーイーサー。あ、しかも、タイは4月が一番暑いんですよ。4月が死ぬほど暑くて、マジ40度近くぐらいになるんやけど、それでソンクランっていうタイのお正月なんやけど、今もうね、その時期が一番暑いらしい。マジでとんでもない。今マジで外出たら死にそうになる。本当に死にそうになるし、外でね、全身日焼けをしようと思ってね、日焼けしようとしたんや。あまりにも暑すぎて、もう日焼けすらできん。もう暑すぎると、まあ、レベルが違う。その多分日差しの強さも多分違うんだと思うんだよね、日本と。また日本の夏とまた違うと思うんだよね。だからマジでクソ暑いし、半端じゃない。マジで来てみてほしい。お、ありがとう。新曲楽しみしてるね。ありがとう。銀ちゃんの新曲、いや、銀ちゃんの新曲は作っておりません。今ね、レペゼンメンバーの新曲をたくさん作っております。だから期待しておいてください。タイで人気なものはガパオライス、何でもある、マジで。そして皆様に申し訳ない報告があります。今日はなんと8時から、日本時間の8時からですね、4月中配信すると言ってるんですけども、その土曜日なので、結構あれなんだよね、一緒にね、通訳さんとかだったりね、その人たちにね、なんか紹介するとか言ってね、その週末はやっぱ誘われることが多くて、でいろんなそのタイの人とかだったりをその紹介してくれるっていう人とかいるから、そうだからやっぱ時間をずらしました。はい、すいません。だけどこれが実際の本当の話です。はい、ドームの歌の歌詞、忙しいんだね。いや、ぼちぼち忙しいですね。でそういう紹介が終わったら、週末はじゃあほな遊び行こうかの。大丈夫だよ、忙しいのに。いやいや、忙しくないっすよ。大変じゃないっすが、楽しいことなんで、めっちゃいいっす。あれですね、忙しくありません。どう、銀太って銀太だね。銀太って銀太だね、どういうことですか。はい、一から説明してもらえますか。できますか、その君のちっちゃい脳みそで。銀太って銀太だねっていうその意味を一から説明してください。じゃあ今日はたくさん煽っていこうかな。今日はならめちゃくちゃ煽っていくけん、じゃあ俺をめちゃくちゃ煽ってきて、コメントで。
試験疲れた、はい、お疲れ様です、青、はい、うんこ160キロのやつどうだった、動画見てください、ブルーレット置くだけ、うん、ブルーレット置くだけ、ポン置きました、だけど中にあるね詰まってるやつ、あそこってパッて抜いて刺しで置くだけ、うん違うね、置くだけじゃないね、一回ここ挟まないといけないね、こう蓋取らないと頭良くなるにはどうしたらいいですか、お、ビデツ楽しみにします、いやいやこちらこそ楽しみにします、ありがとう、逆にありがとうございます、ハートはギラギラしてる、ハートはもうね、もうギラギラしすぎてやばいぐらい、えぐいぐらいギラギラしてます、僕は今ちょっといい感じです、皆様のおかげで、皆様の応援のおかげでいい感じです、壁と話してください、元気ですか、お久しぶり、元気ですか、うん、もうここに60年いるの、君やばいね、すごいね、60年間どうだった、どういう人たち来た、うん、うん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 、マーライオンが来たの、すごいね、口から水出してた、え、マジかよ、はい終了です、笑ってくれた、カオスやった、やったぜ、お、やったぜ、ありがとう、みんなのコメントたくさん読んでいくんで、ダダダ死ぬ、お、めっちゃ笑ってくれてる、国超えた、銀ちゃんのうんこ食べたい、銀ちゃんのうんこ食べたい、食べたいの、うん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 、バカなの、君バカなの、死んじゃうよ、うんこなんて食ったら、銀ちゃん声変わった、新曲見たよ、ありがとう、ドームの時の歌詞自分で考えました、ドームの時の歌詞は自分で考えてます、あのあれでしょ、銀太が登場、ドームに来たぞ、調子はどうだ、ペイペイ、ミリオンごときでガタガタ抜かすな、格が違えんだよ、俺を見ろ、頭バグってるパイロット見えてきたな、最高峰、覚悟を決めた5年前の俺、トムヨーヨーバンバンバン、絶対歌詞間違えてたわ、ナオミって覚えてる、覚えてる、それ僕のお母さん、増え方半端ない、ナオミって覚える、覚える、かっこいい、ありがとう、銀太さんの曲好きです、ありがとうございます、嬉しいですね、そう言ってくれて、才能ある、才能ある、何の才能ですか、銀ちゃんが歌詞を覚えてる、マジありがとう、パパは、パパも元気してますね、僕のお父さんも、何年か前に会ったよね、源氏、ミキエは、それは社長の母ちゃん、新曲最高でした、最高でしたか、それ良かったです、型番といえば誰、ジーコ、マグロの煮付けって認知しやすい、マグロの煮付けは認知しやすいっていうより食べやすい、美味しい、内田正っていう人かっこいい、え、誰ですかそれ、誰誰誰誰、そんな誰誰誰、誰か歌ってる、そうね、誰か歌ってる、千葉って覚えてますか、いや僕の記憶の中には千葉っていう人は存在しませんね、テンション高い、ありがとうございます、千葉に歌ってる、千葉にじゃないね、ありがとう、銀ちゃん歌って、歩こう歩こう歩いた先に道部川が見つけた、そこでバタフライ魚もカメも何にもいない、俺一人でドブ川を占領、俺の敷地に入ってくるな、隣にトトロトトロ、いつの間に来たの、ダメやった今の、おもろかった、おもろかった、おもろくなかった、隣のトトロトトロ、お前いつ来たん、ダメだった笑った、笑った、笑った、嬉しい、みんなが笑ったって言ってくれるのが嬉しいので、嬉しい で、面白くなかったら面白くないってちゃんと言ってください、そしたらちょっともっと鍛えようと思うんで、よかった、即興ラップお願い、つまらん、おい、つまらん、おい、つぼ、よかった、つまらんって言ってくれる人もありがとう、さすが銀ちゃん、かわいい、ありがとう、クレヨンしんちゃん、トトロ見えてる、隣にトトロト
ったらめいちゃんじゃないか君は。僕はぼっちゃん、しんちゃんを探してる。後ろに後ろに麻生太郎、麻生太郎。これですね、日本の教育についてなんですけども、因数分解って使いますか？僕70年生きてきましたけど一度も使ったことありません。死ぬ、またありがとう。麻生、出るまでありがとう。麻生さんと来た。因数分解ハマってるでしょ、ハマってるでしょっていうよりもこれしかできん。でね、モノマネとかにね、ちょっとね、真似するの結構好きなんだよね。モノマネをするの面白いじゃん。バンジーやって、内田バンジーやったらね、また気絶するんだよ。やってほしいですか、皆さん。だバンジーかなんかの動画あげようかな、Facebook とかで。てか今ちょうど来た人たちにもまた連絡するんですけども、Facebook の方で YouTube みたいな動画を上げていってるので、ぜひぜひ見てください。今日は160キロのボートに乗りました。マジでえげつなかったっす。じゃあ見てください。やったし、一瞬止まった。え、マジ？止まった？一瞬止まったんだ。一瞬止まった。たた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 。以降を叩け。ドド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 。じゃあビートするね、ビート。タイで一番危ないバンジーやってください。やばいだろ、普通に。タイで一番やばいバンジーはワンチャン死ぬんよ。ワンチャン死ぬんよ。クレヨンしんちゃんして。クレヨンしんちゃんってどんな声やってかいな。サスケー。いや違うか。僕キッキー。おかんな。おかんな。あそうくん。あそうくん。僕キッキー。あそうくん。サスケー。おはんな、僕キッキー。そこ、みんなが行くのですか？みんなどこ行くんですか？麻生さん、麻生くん。ああ、キッキーやないか。ちょっと待って、できんかったわ。普通にできんかったわ。リロ&スティッチと麻生太郎の会話。ミッキー。ミッキーわからんだけど、俺ね、マリオカートの Wii があった時代のマリオカートの A ボタンを押した後に、電源を入れて A ボタンを押した後の効果音、マリオカート Wii。 似てね。ミニオン、ミニオンわからんな。ミニオンわからんな。ミニオンは、あ、会話、いや会話しようと思ったけどミスった。かわいい。くるみずきありがとう、いつもありがとう。昔から似てる。モノマネしながら言えよ。スティッチに膝を。ちょっと難しいわ。すいません。ちょっと考え直すね。スティッチと二人でお買い物。スティッチで、あれ。因数分解っていうものはスティッチが考えたものなんですよ。だから僕が思うには、ここ義務教育っていうものをみんな押さないといけないとスティッチが言っていました。だから青色のスティッチが、そう、ダメだ。スティッチはもう真面目すぎるだろ。武田鉄矢っぽい。マジでありがとう。麻生はええちゃ。銀ちゃん花粉大丈夫？いや僕花粉症じゃないんですよね、そもそも。だから花粉全然大丈夫です。だっかバカ野郎、諦めるなって。諦めさせろ、たまにはどんどんコメントしてください。めっちゃ見ます。ダメだわ、死ぬ。みーちゃんありがとう。諦めた時は諦める。スティッチの声でギロ、わからん。ヒロンとキッキキッキ、かわいい。銀ちゃんありがとう。
懐かしい弾丸ダッカンバカ野郎、まあ DJ 社長のネタなんですけども、普通にただ俺が丸パクリするだけですね。タイに行って性病はまだかかってないですか？いや、かかってないと思います。いや、かかってんのかな、わかんない。だけどかかりたくはないね、マジで。普通に病院の行き方わからんし、えぐいって普通に。安倍総理してほしい。どうしようかな。安倍総理特徴ない。安倍総理の特徴ないな。いやいやゲームお願いだよ。 OK。タタラタタタタタタ、いやいやよ、肩とすねがひっつく、いやいやよ、ラクダにいきなり叩かれる、いやいやよ、アスファルトから安倍総理、いやいやよ、小指がちょっとだけ喋れる、いやいやよ。やばいやばい、社長のモノマネしてください。社長のモノマネ、社長のモノマネだ。あ、難しいわ、喋れんの。隣席がビデピスタチオあげて、小指かわいい、全部トボが書いたけど覚えてくれるよね。ひかりちゃん覚えます、覚えてます、覚えます。ゆいちゃん、ジーコありがとう。中学校の思い出ありますか？中学校の思い出は腐るほどありますね、マジで。えぐいぐらいある、普通に。てかもうどこ、ね、何歳の思い出も全部えぐいぐらいある。だけどね、だんだんやっぱね、小学校の時のね思い出とか保育園の時の思い出がね、やっぱね、どん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 ね、記憶がなくなっていきよっちゃうね。だからやっぱり年ですねと思って。ピースしてください。覚えてんねん、覚えてない、どっちやねん、どっちでしょうね。ピースがカノンありがとう、 M ちゃんもコメントありがとう、アツシコありがとう、チカチありがとう、みんなありがとう、エダリさん、ミトありがとう、アヤカもありがとう、無料ハートありがとう、ユータもありがとう、アサビもありがとう、これカンナありがとう、ジーコありがとう、コウちゃんありがとう、アズサありがとう、ヒナコありがとう、リロありがとう、マルホシありがとう、エレナギンギンラブありがとう、嬉しいです、その名前してくれて。ユイジリもありがとう、いつもあくびだよ。あ、じゃああくびします。出た、あくび、あくびじゃよって言ったけん、あくびしました。めっちゃ名前呼ぶ、嬉しみありがとう、すごいみんな呼んでる。マチャコ、ミト、いや、カンナチュッパチャップ、トモ、DJ タクヤ、レンコ、ホノピ、ヒナ、みんなたくさんどんどんコメントしててくださいね。そしたら名前呼んでいくかもしんないし、コメントも呼ぶかもしんないし、こう大好きだよ、そんなこと言ってくれるの君だけじゃないよね、もっともっと言ってくれるよね。チカありがとう、送りました、ありがとう。こちらがありがとうございます。お風呂入ってるよ、お風呂入ってるよ、エロいですね。ちょっと一回僕とでテレビ電話しませんか。お風呂入ってる君、僕と一緒にテレビ電話しませんか。大好きです。インスタメンションしたから見てほしい、ぜひ見ます。インスタメンションしてくれたら見るんで、ぜひよろしくお願いします。入浴剤入れる、いや、あのですね、入浴剤入れる入れないの問題じゃなくて、海外に行ったらそもそも浴槽がほとんどないんですよ。だからマジで温泉行かんといかん。だからほとんどマジで浴槽ない。日本はマジですごいよ、そう考えて。そういう文化なんだ。みんなはシャワーだけの人だ。シャワーなんだろう、シャワー結構ヨーロッパとかアメリカとかも東南アジアとかもね、シャワーだけのところが多くて。そう、温泉あるよ、温泉ある、めちゃくちゃいい。あの、ね、湯の森っていう、もうね、ザ・ジャパニーズ温泉、浴槽なしでもシャワーだけだけど、全然もう慣れたから、海外での生活が慣れたから何とも思わない。で、たまにお風呂とか入りたいときは、あの、温泉に行きますね。めちゃくちゃいいっすよ。惑星の先、私はシャワーだけ派です。いや、ね、俺もそっち派になっちゃった。もうすぐ染まんだから、海外に俺。すぐかぶれるんやけん。もう。リマインドミー毎日聞いても、あずさありがとう。あくびありがとう。シャンプー、みやびギンギンギンってありがとう。ひなこありがとう。ゆうしろまるありがとう。がつき。夜見えないくらい焼けたね。やめろ、夜見えないくらい焼けたね。いや、そんぐらい焼けたわ。けどオーストラリアは浴槽ないから。いや、ないと思うよ、オーストラリア浴槽。例えば入っても温泉入れるの。入れますね、こっちの方は。
タイでは、あの日本ではそのやっぱりその温泉っていうものは入れ墨入れたら入れないので、だけど銭湯は入れるんですよ日本は。だからタイはあの温泉入れ墨どんだけ入ってても入れます。隠さなくていいです。シールとか貼らなくていいです。愛してます、ありがとう、ココナって呼んでください、ココナ。そうなんだ、そうですね、タイはサウナある、あります、タイにも。でその湯の森っていうところにあのサウナがあるので、僕はよくあのサウナ入りたいなと思った時はそこのサウナに行きます。めちゃくちゃ気持ちいいですね。そうなんだ、そんないい国だね、いい国だよ。しかもあったかいけんね。めっちゃ銀太くんはなんで汚れにしようと思ったんですか。いや、汚れにしようと思ったか和風にしようかと思った理由は特になくて、ただ入れたいものを入れたいからそうなっただけだと思います。なんか、あ、これ入れたいなって思った時に入れたい部分が、何て言うんだろう、和彫りよ、なんだっけな、和彫りはあの繋がっちゃうじゃん、こうやって繋がっちゃってられるから、何て言うんだろう、俺はなんかスタンプみたいにパン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 みたいな感じでいろんなところにこう入れていくのが好きだから、そういうスタイルですね。でもフォイのやつとかめっちゃかっこいいよね。フォイの和彫りめちゃくちゃかっこいい、なんかイケてるなって感じする。金太さんと同じ中学校でした。マジっすか、 J ボーイじゃん。本当に大好き。海外で銀太くんのタトゥーの評判良さそう。いやだけどタイとかでね、クレヨンしんちゃんめっちゃ流行ってるから、これ見せたらしんちゃんっていう、しんちゃんってしんちゃんってみんな言う。ビリーウォンカ聞きますか。いやもちろん聞きますよ、もちろん。エレラで覚えてくれますか。銀ちゃんいけとうよ。やったー、褒めてくれてるの嬉しい。骨盤のところにちっこいワンポイントタトゥーどうと思う。いや、いいと思いますよ。まあいいと思うね。やっぱタトゥー入ってる女の子ちょっと俺はエロいなって思ってしまう、下心で見てしまう。最低、こんな子に育ったはずないのに、気づいたら気づいたらこんな人になっちゃった。ウィリーウォンカ、私の友達が友達やって言う人よくおるわ。いろんな人、まるまるくん私の友達の友達っていう人たくさんいる。はい、見せて。ウィリーウォンカの歌何が好き。見損なったわ。元ピンクの髪の光知ってるでしょ。知ってるよ。前よりって覚えてほしい。頑張って覚えるね。人妻です。エロ。人妻はエロ。エロすぎろうが、さすがに人妻はエロかろうが、あんた可愛い子いた。いや、タイめちゃくちゃ可愛いよ。結構レベチだぞ。タイでもポテトブレようになった。いや、いいこと思いつきました。ということで、企画を今度やってみますね。タイでポテト無料になるのかみたいな。マルタでは無料になったので、マジでタイの人可愛い。いや、しかもさ、俺めちゃくちゃ思ったのがさ、昨日ね、タイの人にね言われてね、知ったんやけどね、 BTS じゃなくてあのブラックピンクのリサちゃんはね、なんでか知らんけど俺タイでめちゃくちゃ人気だなみたいな思っとったんだから、タイ人はみんなあのブラックピンクのリサちゃんの服の真似をするわけよ。服装だったり髪型だったりいろんなスタイルを真似するわけよ。なんでこんなにみんなタイの方たちはそのリサさんが好きなんだろうって思ったら、タイ人なんやね、まさかの。すごいと思って、もうすげえなと思って、びっくりびっくりしたわ俺普通に。だってそうそうそう、俺知らんやったんよ。また日焼けしたね。そう、日焼けした、ただいま。そうだからね、もうね、タイの人たちはねみんなね、あのリサを基本真似する。もうリサちゃんを基本、リサって言ったら失礼だ、リサさんを真似すると。失礼って言っても別になんか確かに関わってないから、一回にさ。タイは微笑みの国だよ。いや、ほんとそうよ。みんなニコニコしてくっす優しいよ人。お前ら一度タイに来ないか。タイはあったかくていいぞ。空を見てみろ、雲一つない空が晴れ渡っていて、タイ人は常に笑顔で微笑んでいて、心は灼熱のようなハートを持っている。今見てるお前ら一度タイに来ないか。何塗ったの。なんか虫みたいなやつ、虫みたいなやつを塗った。虫じゃあトップが変わってるけど、
銀ちゃん、たら、あ、タイ、銀だな、伝わってますか？伝わってますね。いや、マジでタイが好きですね、僕は。めちゃくちゃいい国です。あと熱く語りましたね。いきなり戻る。そういや、マジで。だマジでタイに来ないか、みんな。だから、もしタイでライブやるってなったら、あの、ぜひ、ぜひ来てください。マジで来てください。マジで来て。本当に最高よ。虫刺された虫刺された。かゆかった。てか、蚊おりすぎ、普通に。めちゃくちゃ蚊いる。行ってみたい。いや、マジ行ってみな。マジで行くんだから。行ける場所に開催してください。いや、だからタイだったら来れんじゃん。てか、世界中どこでも来ようと思ったら来れるでしょ。頑張って来ようぜ。頑張って来ようぜ、マジで来て。いや、本当に来てほしい。海外でのライブ、もしライブやるんだったら本気で来てほしい。それは冗談抜きで、それでそこの国の楽しいところもね、いろいろなんか味わってほしい。なんかすげえいいなってなるよ、世界ってなると思うから、だから絶対に僕タイでのライブは来てください。お、そう、地球なんやったらどこでも行けるべ。いや、宇宙でも行けるぜ。タイいくらぐらいいる？いや、多分片道往復で多分6万とかで済むんじゃないですか。6万もかかんないんじゃないですか。だから福岡から東京まで行くよりちょっと高いとこぐらいじゃない多分。で、しかも向こう着いたら、タイ着いたらタイ着いたら物価安いから、安いホテルでは1泊1500円とかのホテルとか全然あるから。で、普通に綺麗で。いや、だからマジでそう考えたら、マジでワンチャンちょっと仕事頑張ったら、そのまあちょっとって言い方失礼だけど、そのなんていうんだろう、仕事をさ、そのなんていうんだろう、20万30万かかるわけでもないけん、で向こう行ったら物価も安いんで、もうなんか頑張れば来れるぐらいの。うん、しかも飯とかもね、屋台の飯食えば150円とかよ、一つ150円とかで食べれる。ご飯もお腹いっぱい150、あ、300円あれば多分お腹いっぱい飯食えんじゃない、屋台とかで。で、しかもその屋台もね、美味しいとって、めちゃくちゃ。それでしかも日本料理もし食べたいなと思ったりしても、日本料理屋めちゃくちゃあるけん、もう本当にみんなにおすすめ。そう、お金貯めよう。そのためにもう絶対ライブいつかやるから、そのためにみんな今のうちからお金貯めとって。タイ語難しい。いや、めちゃくちゃ難しいけん、覚えれん。難しい、タイ語難しい。いや、めちゃくちゃむずいよ、半端じゃねえ。貯める。いや、貯めよう。そしてみんなで海外来てよ。そして海外で俺らのライブ見てほしい。本当にやべえってなるわ。そしたらついていく。いや、マジついてきて。貯金できないタイプです、俺と一緒だ。俺もマジで貯金できないんだよな、本当に。貯金できる人本当すげえなって思う。そう、ここで、そう、心で話せば OK。 そういうことや。タイにある日本語料理で一番美味しいものなんですけど、いや、俺はね、日本料理屋は詳しくないんですよね。ほとんど日本料理屋食ってないので。昨日は久しぶりに約2週間ぶりぐらいにね、食いました、日本料理を。美味しかったね。けどだけどやっぱね、タイ料理が好きだなってなるね。タイにせっかくいるからタイ料理食べようってなって。カパオライスとか、タイへ行こうツアーやってくれないから。いや、タイへ行こうツアーやろう。やろう。絶対やろう。約束。タイ行きたいな。タイに行ってびっくりしたことある。いや、タイに行ってびっくりしたこと腐るほどあるよ。だって2ケツ、まず、ノーヘル2ケツとか当たり前、ノーヘル3ケツ当たり前、ノーヘル4ケツも当たり前みたいな感じで通ったりしてる人もいれば、いるし、信号も平気でバーンとかしても、もうね、やっぱそのなんか、日本ってそんだけなんかやっぱすごい国なんだなって改めて気づいた。やっぱいろんな国行ったら、そう、アメリカ行ってもそうやし、やっぱ日本ってなんかもう整いすぎてるなみたいな、やっぱ思うね。まだメロンと海ぶどう好き？いや、マジでずっと好き。うわ、てか海ぶどう食いて、送ってもらいて。タイに海ぶどうねえとかいな。もう残り30分。いや、いい国す、いや、日本はいい国すぎるよ。海外行ったことないよ。海外行ったことない。いや、ぜひ行ってみて、若菜ちゃん。めっちゃいいから。で、タイ、日本と違ってタイのいいところとかもあるしばさ。あ、違うな。日本よりもタイのいいところもあれば、タイよりも日本のいいところもあるし。いいよ。いろんなのがあるから。めっちゃ。ソロ曲次、いつ出しますか？いや、いつ出そうかな。海ぶどう送るから住所公開して。海ぶどう送るから住所公開したらやばいやろ。あんた来るやろ、ワンちゃん。あんた、タイに留学行きたいな。ダジャレしとんよ、少し。アイちゃんってアイちゃんって言ってください。アイちゃん、アイちゃん、アイちゃん、ちゃん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 。TikTok 待てよ、待てよ、待てよ。その曲楽しくしょ、タイムください。
あからちゃん、車椅子テニスラケットどっちが好き？やばいね、覚えてるだよ。よう覚えてんの。テニスラケット。海ぶどう、タイで育てて、いや確かに気候的に沖縄と似てるような気がするから、海ぶどう育つんじゃない？これやばっ。みん、いいビジネスを思いついた。銀太の海ぶどう、タイで作れるかもしれん。いいね、銀太の海ぶどう養殖。うん、ねえ、育ちそうだよね。いいアイディア。これいずれかやりたいっすね。タイで銀太の海ぶどう、いいね。めちゃくちゃ美味しい海ぶどう作ろう、愛情込めて。お前かわいいな、本当にな、お前はもう本当にかわいいんだからっつってね、ずっと毎日ね海ぶどうに喋りかけよう。そしたら美味しくなる。いや、なんかね、お花とかにもね、なんかずっと話しかけたらなんかね、花とか野菜だったりもそうらしいけど、やっぱ喋りかけたらね美味しく育つらしいよ、本当に。書いてあった、海ぶどうになりたい。いやマジで海ぶどうらしいね。そうなんよ、そうなんよ。ない言霊ってあるんだね。いや本当そうだと思う。そんなにさすったら潰れる、確かにね。みんな聞いたことあるでしょ、銀太に話しかけよう。いや銀太にだから、俺銀太にもたくさん話しかけて、銀太は頑張、銀太す頑張って頑張ってって言ったら、もっともっと頑張るわ。ニューハーフの人いましたか？ニューハーフさんはたくさんいますね。タイはランキング読もう、ランキング。じゃあ、あ、そんとだ、30分過ぎたけど、じゃあ20位まで。お、スース、リエ、エリ、クルミズキ、花の香り、ユータ、トモ、ユイジリ、リョウコ、ギン、チカ、ケイ、なんとかなんとかなんとか、惑星の先、冬か、シオン、ヒカルル、ユイ、ミナミンタ、カナ、ホノピ、オヒナ、ありがとう。銀ちゃん頑張って。ありがとうございます。生きる災害って呼んでください。どういうことやねん。お、無料ハートたくさんありがとう。花の香りで覚えてほしいな。花の香り。パクチー食べれるようになった。いや、パクチーね、食べれるようになってねえんだよな。けどやっぱタイ好きっていう以上はパクチーやっぱ食べないといけないと思うんだよね。とかも思いながら、やっぱり食べれねえパクチーとか思う。社長とかめちゃくちゃパクチー好きだよ。だってね、社長とね、タイ料理や行った時とかもさ、やっぱさ、俺はパクチーが嫌いだからさ、そのパクチーを外すわけよ。そしたらそこにあったパクチーを社長が、これ食べていいとか言って、パクチー食っていいとか言って食い始めると、すげえと思って。そう、俺もパクチー苦手なんだよね。ね、だけどね、社長めっちゃパクチー食いよった。それで社長嫌いなものなさそう。いや、社長の嫌いなものはご飯、白米が嫌いらしい。だけど社長面白いけど、丼食べるときとかも、あの上の部分しか食べんかったりすると、めっちゃおもろい。面白い、変わっとん。普通に初めて見た、ご飯食べれる人、日本人で。食べん人か、食べれるっちゃけど食べん人か。面白いと。じゃあパクチー掘るか、バカ野郎、パクチーは掘らんわ。銀ちゃんの帽子にカンガールの名前、あ、これはカンゴールっていう帽子っすね。これカンゴールっていう帽子ですね。アメリカの友達にもらいました。アメリカに住んでる友達、日本人の友達にこれもらってるので使ってます。だけどこれちょっとね、あの生地が冬用やけんね、タイとか暑いところでこれかぶっとったら、ここに熱がこもってめっちゃ汗かくんよ。おそろ、マジでめちゃくちゃ似合ってる。ありがとう、ミオアオゲッチュ。久しぶりじゃない、ミオアオゲッチュじゃないかな。ダダン歌ってほしい。パクチー育てたら美味しく。え、 AK さんで、いやこれ AK さんモデルじゃない、 AK さんモデルはそっちにあります。AK さんからもいただきました。マジで嬉しい。なんかその AK さんとかもマネージャーさんが何かあるたんびに連絡してくれるんよね。めっちゃ嬉しいなと思って、ライブ良かったら来てくださいみたいな感じで。嬉しいっすね、本当に。シンプルに会いたい、大好き、ありがとう。え、めっちゃ久しぶり、覚えてくれたの無理すぎ、ありがとう。帽子かぶってるの髪型が気に入らないからですか？そうっすね、それも一つ理由としてありますね。にバレましたね、バレましたね。いやもうちょっと、しかもね、この間ね髪の毛切ったんよ。そしたら、バリ切られたぞって、上の部分。えぐいって、普通に。来週髪の毛染めます、銀色に。来週銀色に染めます。期待しておいてください。何を？
久しぶりの銀太期待しといて。いつぶりだ？美容室行った行った、行かないといけない、すぐ伸びる。いやそうなんや、俺エロいことしか考えんけんすぐに伸びるんだよ。エロいことばっか俺考えるけんすぐもう髪の毛が伸びちゃうんだから。シオン久しぶりだ、ありがとう。久々似合うよ、ありがとう、嬉しすぎる。彼子ありがとう、生まれた時から銀髪やねえか銀色するの嬉しい。いや銀色にしますね、やっぱ仲間、イエーイ。ギンギンギンちゃん楽しみでありがとう、その言い方がエロい。2021年の髪型が好き。2021年の髪型、あー長いやつか。2021年の髪型、去年の髪型か、長いもんな。結構伸ばしたよあれ、俺の人生の中でも結構伸ばしたわ。俺そもそも昔からずっと短髪やったけどね、髪の毛伸ばすっていうのがあんまりなかったけど、マジのマッシュ希望。マッシュ好きやな、みんな長いやつが好きなんやな、みんな髪の毛ね。じゃあ長いのにしますね、久々にツンツンします。明日、明日じゃない、来週だ、髪の毛ツンツンします。やっぱ短髪似合う、ありがとう。だけど短髪最高、ありがとう。でやっぱ長いのが好きか、長いのじゃあしようかな。マッシュ大好き、ありがとう。ツンツン、バック伸ばす言ってたよ、俺も伸ばすよ。センター分け好き、じゃあセンター分けしよう今度。マッシュしか買えない、マッシュ好きなんだね、嬉しいわけど、どんどんいけんちょうだいとか言って、結局ドレッドとかにするかもしれんけど、その時は許して千葉リアン坊主第3弾、まだそろそろかますか。短髪器を全部好き、ギャルピーして、ギャルピーギャルピー、ドレッド希望。マジでドレッドよりもドレッドもいいね。だけどなんかあのああいう髪の毛したいね、ここからこう前髪に垂らす、ただこうこういうなんていうの、これぐらいの髪の毛の長さでこうしとるやつ、あれやりたいっすね。久しぶりに銀ちゃんのライブ見に来れた、うわいいね、ありがとう。ひなちゃん、マンバン好きだよね。ビガーマン、あビガーマンみたいな、そうビガーマンさんみたいな髪の毛が好きっすね。オールバックはいいね、コンロエクステしない、エクステありだね、コンロみたいなやつ。銀ちゃんにマグロ煮付けで認知してもらえるように頑張る、コンロ。あーね、サンギエフは何、サンギエフって何、それそういう髪の毛、兄弟顔似てる。いやみんなに言われるやけど、姉ちゃんとは多分全く似てなくて、妹はね、なんかね、あの一回ポップティーンの撮影あったじゃん、あのポップティーンの雑誌の撮影あったじゃん、であの時に女装した時の顔がめちゃくちゃ妹に似とって、お母さんも言ってた。だから妹と顔は似てるのかもしんないね、妹と顔は。みやび覚えてくれてますか、覚えてるよもちろんみやび。ギャルギンってあれギャルだったのか分かんないけど、いやでもそう妹に似てるって言われた、めっちゃお母さんが。センター枠かっこよかった、うおっけー、じゃあセンター枠するね。ほな可愛いんとちゃうか、シャトルラン最後の一人でしたか、いや覚えてない、最後の一人か二人ぐらいにはなったことある。もうなんか運動するの好きやったけんね。じゃあ美人だね、美人ではないでもシャツの柄可愛すぎる。いやこれね、あのタイにある FR2 さんのからねもらいました、でかの洋服めっちゃ着させてもらってます、感謝っすね。次入れ墨入れる予定は、いや今のところはないな、だけどインドネシアでは入れ墨入れようかなと思ってるので、どっかインドネシアで入れ墨を入れたいと思います、この足のどっかにね、パーンでもいいしパーンでもいいし。そしてどん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 国を増やしていきたい、国で入れた、これほらこう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 、ここの国ここの国って入れた、いいね、パスポートの代わりに。会いたいよ銀太、いや俺だって会いたいぞ。止まったかなこれ、あれ止まってる、止まってない、コメント止まってるよね、え壊れた、あれあ動いてる、止まったよね、さっき止まってたよね、さっき止まってたよね。銀太さん全校リレーの選手でしたか、いやあのね小学校の時はね、あのクリレー、あのクリレーの選手でしたね、小学校の時は。治ってありがとう、よかったよかった、いや今止まった、またずっとぐるぐるしてる、銀太が止まった、復活、およかったよかったと。リレー選手やって、サイのこといつか覚えてね、覚えるよもちろん、その代わり毎日こうやって見に来てくれ。止まって今動いてるよね、治ったよね、ちょっと Wi-Fi の調子が悪くて、
もしかしたら影響で言ったらすいません。肌綺麗ですね。いや肌に関しては綺麗じゃないんですよね。だから最近はあそこに行ってます。なんだっけ、肌を綺麗にしてくれる場所のところに週1ぐらい、あ、で、4月からは週に2回のプランの、週に1か、2週間に1回の行かないといけないやつをやってますね。そうですね、福岡帰ってきてください。福岡帰りたいですね、めちゃくちゃ。ヒーナ覚えてくれる？覚えるよ、エステ。ニキビできやすい。いや、俺めっちゃできやすいと思う。圧倒的、経費で落ちる。落ちんわ。落ちるわけないわ。銀ちゃんの目が元彼に似てる。おー、マジで？調子よく高い。タイ語喋れる？いや、タイ語はね、マジで喋れ。マイペンライ、サワディカー、コップンカー、チンチンアロイ、コーラインダイマイカー。目覚めいかついって言われたことある？いや、わからんな。ホノピー今住んでるから。どんで？洗濯どうして？洗濯は自分で洗濯回してますね。洗濯週に2回ぐらい、まとめて。タイ語今勉強しとるよ。マジですごいや。オフパッキャオ。そう、オフパッキャオ。オフパコもできん。まだタイで有名じゃないけど。オフパコもできん。タイで有名になったらオフパコ、まだ有名になってないので、オフパコもできん、タイじゃん。マジで頑張ろう。いやね、あとね、できんのか。ランキング読む、ランキング。オフパッキャオ、いや、そうだよね。ビデオ通みなみ有名になるしかないね。いや、そうよ、有名になるしかない。それか日本人がに日本からタイに来てくれて、来てくれるしかない。モデルとホテルでティーパーティーなんてまだまだ先の話だぜ、タイじゃ。けど今年中にはモデルとホテルでティーパーティーできるぐらい納得を愛に認知してほしいです。します。タイはキャバクラある？あるよ。1回2回ぐらい行ったかな、タイのキャバクラ。可愛い子多かった。パコパコってタイ語でなんて言うの？いや、パコパコってなんて言うか分からんけど、でも本当に千葉にゃんがツイッターで書いたように、ブンブンっていう意味が、セックスみたいな意味なんだよね。俺じゃないけど、ぜひやりましょう。ぜひぜひ、よろしくお願いします。やりましょう。ブンブン。銀ちゃんに抱かれたエレナで呼びて、お持ち帰りできた？お持ち帰りできた？それはどうやろうね。あなたの脳みそで考えてみてください。ゆずき認知してください。ヒカキンやば。ヒカキンやばいやろ、普通に考えて。タイの人って美人系と可愛い系どっちが多い？美人系とか、いや、美人系が多いんじゃない、タイは。日本はなんか可愛い系が多いイメージがあるけど、タイは美人系が多いイメージがあるな。千葉にゃんの笑い声とかですね。普通の声やん、笑い声聞こえた。周りが超賑やか。そう、下。タイにゴキブリいる？いるよ、もちろん。ゴキブリいたよ。バリでけえゴキブリ。あとバリでかいムカデもいた。本当にやばい。こんぐらいのムカデだよ。こんぐらいのムカデが、俺らがね、タバコ吸う場所のところにね、こう現れてくるって。バリコアみたいな。どこの国の人好み？いや、俺は特になんかそれはないな。可愛い人はやっぱ可愛いから、綺麗だなって思う人は綺麗だから、どこの国も特に肌の色とかも別に気にしたことないですね。今日ムカデ出た。虫食べた？銀ちゃん抱いて。あれ、抱かせろ。そろそろ抱かせろ。日本人と思うね。これは結構ガチな話で、12月タイに来てからさ、12月28日からタイに到着して、そっから俺まだ日本人と一回もセックスしないとって。今年入って日本人とまだセックスしてないとって。だっけ、マジでそろそろ日本人とセックスしたいなって言うね。俺のね、勝手なね、性欲がね、働いてます。マジでやってない、ガチでやってないけど、そろそろやりてー。そう、久しぶりにね、日本人ともやりたいなっていう気持ちが。マジでファンと結婚できますか？いや、別にできるんじゃないですか。そのあれだったら、いい人だったら、いい人っていうか、そのなんかね、そういう出会いがあったら、いい人と思えたら。日本おいで、タイの人とはやったの？おい、タイの人ってブンブンしたかどうかは言えない。それだけは言えない。ブンブンしたとか言えない、絶対に言えない。金太君と社長どっちが身長高い？いや、社長が高いと。社長2センチぐらい高いと。だけど実質俺と変わらんけ。一緒。 C 社購入したら結局170、
シークレット銀太、絶対して言えない、してるとかそんなこと言うなれし。僕のアイコンかっこいいですよね。松尾のアイコン全然かっこよくない。死ぬ、新曲良かったですよ。本当か、じゃあ全部歌ってみろ。僕のアイコンがかっこよくない。金太何センチ身長？身長マジで多分170。ブンブンしてるでしょ。ブンブンしたとか絶対に、タイ人の綺麗な女性とブンブン言えない。クラブでナンパして言えない、言えない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 。キャバクラ行って言えない、言えない、その言えない、言えない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 。危ない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 。タイプいた？タイにタイプがいたなんて言えない、言えない、言えない。逮捕ほぼ言っちゃってる。海外で一番衝撃受けたこと、いや海外で一番衝撃受けたことはやっぱりアメリカかな。そこに関してはやっぱアメリカ本当に自由の国なんだなって思ったし、なんかいろんなファッションスタイルの人とかもいるし、上裸で街歩いてる人もいたり、たくさんいろんな人たちがいるけど、誰もその人とかに対して振り向いたりも関心もないから、なんかもうなんか受け入れ方がすごいなみたいな。日本とかだったらなんかもうこうなるじゃん、上半身裸のやつが歩いてたら、ふえーみたいな。渋谷とかだけど、ロサンゼルスでそうやって歩きよう人がいても何もスルーみたいなとかだったり、なんかすごいなって思う。初年連絡取る、たまに取るよ、戻ってこれた。確かにそうそうそう、だから慣れて怖い。少年連絡と女性の上裸、女性の上裸もいるよ男性の上裸もいる。人妻だけどブンブンしようできない。確かに白い目で見ちゃうよね。いやそうなるんだけど、やっぱなんかアメリカの人たちはなんか全然マジで人を気にしない。銃声怖くなかった？いや俺ね、人生初の銃声をねマジでね、ラスベガスで聞いた時はねマジで怖すぎて、しかも 100m 先ぐらいからパーンって音が鳴ったんよ。それ何回なって思い寄ったっちゃ、何回なと思ったら向こうからみんな猛ダッシュ走ってくるけ、やっぱと思って俺も急いで走って、それでとりあえずカジノに逃げ込んで、それで逃げ込んだけん、もうでその後出てきたら警察官パトカーがもう何十台も来とって、手錠をかけられとって、めちゃくちゃ怖かった。本当に映画の世界、そんなんマジで怖いよ。だから気をつけてください、もし海外行けたら、特にアメリカなんて銃社会なんで、気をつ経験したい。何を、マジで怖いよ、マジで怖い。緊張、おやすみ。おやすみ早いな、8時だ、9時だもんね。いい子なんだね、打たれんでね。いや打たれたくない、マジで怖い、マジで。少年って大阪出身なの？いや神戸出身とかじゃない、多分兵庫とか出身だと思う。レベゼンね、レベゼンでみんな元ヤンですけど、いや元ヤンじゃありません。僕他は分からないんですけども、僕は元ヤンじゃないです。僕野球やってたんで、そもそも10年間、高校3年生まで野球やったんで、ヤンキーじゃないです。めっちゃ忙しかったんで、ヤンキーやるよう暇がなかった。でヤンキーもやってみたかったなっていう気持ちもあるよ。で野球をめっちゃやりよった、頑張ってましたね。ペットボトル投げたよね、ペットボトル。あ、中学校の時ではヤンキー、あ、社長はヤンキーやね。で俺は中学校の時のなんかそういう話があったんだけど、ヤンキーじゃないですね。なんか僕はもう銀ちゃんさんの盾になります。今も野球したい。いやね、イップスやけんね、野球したいと思わんちゃんね、あんまり。なんか投げたら変なところ投げれるけん、なんか思い通りいかんけんダメ。高弘頑張って、言って頑張って。あ、てか残り約10分です。銀太さんの SP になります。じゃあめちゃくちゃ鍛えといて。山口楽しかったな。あ、ライブだ、ありがとう。野球どこのファンですか？やっぱり僕はパリーグは間違いなくホークスで、いや、でもパリーグぐらいしかないな。やっぱホークスぐらいしかファンはないな。やっぱホークスやな。早いね、ありがとう。いや10分間残り、ラスト10分です。やだ早い。いやまた来てください、ありがとう。女の子に会ったら開幕ランキング30位まで、いや20位しかいつも呼んでないので。アメフトはどこのポジションだったら、ランニングバックやってましたね。気づいたらあれでしたね、新人賞取ってたっすね。びっくりっすね、僕ルール分からないのに。心って呼んでください。心ちゃんありがとう。金ちゃんは愛の生きがいです。ありがとう、そんな言ってくれて。じゃあ55分になったら最後20人ランキング読みますね。ツンツン、あ、ツンツンもしよう。じゃあ時間ねえか。
じゃあでもツンツンしながらじゃあ配信しようかな。ちゃんと喋りながらね。できるかなそんな。ルールわからない。いや俺もルールわかんないんだよね。俺もあんまりルールわかってなかったよ。ちなみにアメフトのルールはただボール持って走り寄っただけや。で敵が来たらこう避けたりして。そうね。ハギズブラウンありがとう。ブラウンオクネシありがとう。ツンツンされた。いやツンツンしようかな最後。ツンツンされたらどうなんのそっち側の画面。ツンツンされたことある人教えてください。ツンツンもし僕がした場合ってどうなるんですかね。春日もアメフトやりよってね。いやそうなんよ。春日もアメフトやりよって。あのお笑い芸人の春日でしょ。ちょっと待ってね。移動していい。これ充電せな。そうそうやばい。お笑い芸人の春日もやりよったやろ。しかもめちゃくちゃ強くうまかったらしい。まあガタいいし、ね、スクショタイムください。いやスクショタイムスクショタイムスクショタイム好きなところでスクショしてください。お、もう一回。ちょっと配信者がツンツンしました画面大きく出てくるよ。配信者がツンツンしましたって画面大きく出てくる。あ、そうなんや。男は黙って仮想通貨持ってる人じゃあ僕にください。何位まで20位までとりあえずツンツンします。ありがとう今日は来てくれて。55分になった発表しますね最後。いつも来てくれてありがとうございます。金太は本当に優しいな。マジそんな言ってくれてありがとう。楽しみだ。ツンツンしてみて。お正月そう今はタイのお正月です。こちらこそありがたい。いやこちらがありがたいだよ。服かわいい。いやこの服やっぱかわいいってみんな言ってくれるね。もらいました。 FR2 さん23なんだけど。銀太を知れてよかった。いやそんなに褒める。銀太にとって人生とは。僕にとって人生とはわかりません。僕には俺にとって人生はまだわからない。俺にとって人生を本当に見つけれる日がいつか来るでしょう。その時に言いますね。じゃあアンチの皆様に一言。アンチの皆様へ今日も見ていただき誠にありがとうございます。引き続きアンチの方をよろしくお願いいたします。これでいいですか。アンチの皆様へ。アンチの皆様へ。あ、すいません帽子を取らせていただきます。アンチの皆様へ。アンチの皆様へ。いつもアンチをしていただきありがとうございます。引き続きアンチの方をよろしくお願いいたします。以上 DJ 銀太でした。噛むなめっちゃ俺噛むんだよね。マジで苦手なんだよ喋るの。めちゃくちゃ苦手なんだ。銀ちゃん言ってない。ほくろ見えるのけどやめろ。ほくろの話はすんな。取りたいとここのほくろ本当は。取れんと。なんでポテト黒くしたの。いやなんかねここだけ赤色なのなんかやっぱり嫌だなって思ったからだから黒にした。そんなところも好きです。ありがとう。パイナップルか。パイナポーDJ 銀太パイナポー DJ 銀太パイナポー。銀ちゃん買いすぎありがとう。使い捨て歯ブラシ。使い捨て歯ブラシどういうこと。あ、お歯磨こうかなそろそろ。配信中に歯磨いちゃダメだわやばすぎ。プロ意識のかけらもねえやんって言ってくれ俺に皆さん配信中に歯磨こうかなって言った。だけどあれだよ歌にゴシゴシっていうのはあるからね。そうだよ別にいいんだよ歯磨いて。それでもいいよ。おもろ優しい。やっぱみんなありがとう。他人に興味なさそう。あんまり興味、いや興味ないね別に。自分のことにしか興味ない。自分で精一杯なので今は特に人のこと考えてる暇がありません。やっぱ海外進出っていう目標があるので。じゃあ読みますねランキング。1位すす。ありがとうすす。いつも来てくれてありがとう。2位りえ。
ありがとう。さあ、エリレペありがとう。4位、ごめんね。4位、くるみずきありがとう。やばい。4位、くるみずき。5位、ちか、ありがとう。ツンツンした。5位、ちか、やばい。電波が弱い。なんでだ、なんでこういう時に限って。ちか、惑星先ありがとう。ツンツン。トモサボテン、トモサボテンもいつもありがとう。あれ遅いよ、遅いよ、間に合わなくなっちゃいますよこれ。みんなにツムツム送るのが。てんてん、りょうこぎん、りょうこぎんありがとう。花の香りありがとう。ツンツン、やばい、遅いわこれ起動が。今日やばいよ、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 間に合わなくなっちゃう、間に合わなくなっちゃう、間に合わなくなっちゃう、やばい。ゆうた、ツンツンありがとう。ゆいじり11ありがとう。やばいよ、やばいよ、遅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 いよ、やばいよ。よし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 、危ないよ、これで、これでね、最後の会話も何もできずに終わってしまうのはね、最後の挨拶も間に合わんと。そうや、やばいよ、やばいよ、やばいよ。出川やで、けいちゃんありがとう。けいちゃん、シオン認知して、オッケー、認知するね。冬かありがとう、ふうかちゃん、あざす。かなたん、ありがとう。西のかなたん、やばい、すやばい、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 ね。レイシー、ありがとう。ダンス頑張ってください。うみっち、ありがとう。うみっち、うみっち。の次ひかるちゃんありがとう。やばい、ランキングの読むのを忘れとったわ。19位ゆいちゃんで、ラスト20位、ひかりちゃんありがとう。ありがとうございました。ということで、ツンツンしました、届きました。ツンツン嬉しい。ちょっとおしっこしていい？ちょっとしょんべんしたいけん、ちょっと今から、ちょっと、いやマジで、あの残り時間数が短いんですけど、マジでしょんべん、しょんべんして、ちょっと見られんように、ちゃんと見られんように。やばいよ、やばいよ、やばいよ、やばいよ。しょんべんするけど、チンコだけは映したくない。やば、危ねえ。ちょっとしょんべんの音がするかもしれんけど、麻生さんも来週ということで、またあの来週ね、また来週の金曜日の8時から配信するので、ぜひとも見てってください。やってる、そう、おしっこの音聞こえた？おしっこの音聞こえたわ、おもろすぎるやろ。改造チンポが今下で、下にしょんべん出してます、改造チンポ。おしっこ終わり、やばい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 、おしっこしよったら普通に残り1分になった、やばいやばいやばい。いやだけど、残尿までちゃんとね、こう、残尿が一番大事やけん、こう、残尿で俺パンツがね、びしょ濡れになるのはマジで嫌だから、あのしっかり残尿をこう取ってから、チンコブルブル震えさせて、しょんべんを出して、よし、やばい、片手でパンツ履くの大変だわ、死ぬ。よし、あべ、流しね、いつものやつ出たわ。はい、リロで認知して、認知するね、死ぬ。ということで、はい、終わりました。しょんべん気持ちよかったです。はい、で次の配信は来週の2、あれから配信するので、来週の金曜日の8時からいじるので、よろしくお願いします。そしてもう1回だけ宣伝させてください。あの Facebook の方で、あの YouTube みたいな動画を上げてるので、ぜひそれを見て、あのシェアとかだったり、いいねとか教えて、押してくれたり、フォローしてくれたら嬉しいんで、よろしくお願いします。 See you good night.